お届けしたいなと思うんですけれども、本当にね、いろんな職業がこの世界にはあると思うんですけれども、その、ね、職業一つ一つに全てに必ず意味があって、例えば、ね、今日私がこう着ている服衣装とか、皆さんが今日着ているお洋服を作る、ね、お仕事の方がいたり、じゃあその何だろう、服 の、 色っていうのかな、素材、ちょっと日本語がうまく出てこないですけれども、素材を作る方がいたりとか、本当にいろんな職業の方がいて、すごくこう、なんていうんですかね、表には目立たないかもしれないですけど、一つ一つの、お仕事があって、この世界ってできてるんだなって、なんかこう、いろんな職業の方に感謝が、したくてこの曲を作りました。のり咲く花のように、聴いてください。分かち合えるのさ、僕らの世界はモノクロに溢れ、光を支えるチャレンジャー、派手に咲く花のよう、雨のキビスを投げそうな日もある、すり減ったかかとと傷だらけの手を、とても綺麗だと褒めてくれた人がいる、途方もないほど長い道のその先に会える喜びの涙あると知ってるのさ、僕らの世界はモノクロに溢れ、縁の下さ光が差したもの。
きました。ありがとうございます。ありがとうございます。あとね、今日のライブは、ライブというかこのステージは私はあと1曲で、終わりになるんですけれども、今日まだ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 、ね、あの夕方まで続いていきますので、ぜひ一緒に最後まで楽しんでいきましょう。そしてライブ、他のね、他にもライブがたくさん決まっております。来週も、来週の金曜日にはですね、避けたいトロープでスリーマンライブが、決まっていたりとかですね、ちょっとその次の日は神奈川に行ってみたりとか、いろいろあるんですけれども、この男島さんのですね、忘年会イベントというのに私今年初めて、これはもう告知されてますよね。よかったですよ、よかったです、よかった、笑ってもらいました。12月の29日にですね、初めて私男島さんの忘年会イベントに、出演させていただきます。ありがとうございます。そうなんですよ。初めてやるんですか。やだ、初めてだって知らなかった。いっぱい毎年やってるのかと思いましたけれども、じゃあ 初めてイベントの初参加ということで、12月29日ですね、サーカスというライブ会場で、決まっております。今日もね、チケット持ってきたので、ぜひ、よかったらですね、こういうショッピングモールを飛び出してなのかインに行ってなのかちょっと分かんないですけれども、ライブハウスで、またね雰囲気違うと思うので、そちらも楽しんでいただけたらなと思います。そして、今日は先ほども言いましたが、CD、たくさん持ってきました。最後に歌う曲80億分の1という曲、先月10月のですね、TBS 系列昼帯の10月のエンディングテーマになっておりました。そして、サップカップジャパン2024というですね、ポートにこういうボートに乗って漕ぐスポーツの大会があるんですけれども、その大会のですね、応援テーマソングにも決定しております。ありがとうございます。そうなんですよ、本当にいろんなところで、使っていただいてですね、出会いをテーマにした、感謝の一曲になっております。最後一緒に歌う場面があるので、ね、よかったら皆さんで一緒に歌って盛り上げていただけたらなと思います。ということで皆さん、今日本当に、こうして、ね、ご一緒していただいてありがとうございました。また会えるのも楽しみにしております。春の舞でした。80億分の1。まるでおとぎ話始まりは突然最後